皆さん、こんばんは。この動画を撮っているのは2月の初旬。すごい寒いです。ブルブル震える寒さです。今年の2月最強寒波は寒いといったわけでね。鍋、味噌鍋やってみました。札幌ラーメン、具材はですね、ネギ、そして野菜、きのこ、豆腐、丸々入れちゃった丸々ですがね、ですがこの豆腐がまた煮込み味噌、いい感じですね。こちらの味噌ラーメン、味がね、このごま風味で、ごま風味な味噌で非常に美味しかったです。このスープ、特にスープがいい感じでした。やっぱりね、寒い時は煮込みいいね。煮込み独特のこのスープの香りとありますよね。小池ポイントとしてはね、こちらの煮込み味噌、北海道信玄、こちらのラーメン、小池ポイントとしては、75ポイント、こんなところでしょうか。今夜は焼肉ではなく、今夜は煮込み野菜の味噌ラーメン信玄でした。本日もご視聴くださりありがとうございます。チャンネル登録お待ちしております。小池でした。